3番出口ホーム菊ク駅は福岡県北九州市小倉南区菊ク2丁目にある北九州高速鉄道小倉線の駅。道路線の終点である。駅番号は13。相対式2面2線のホームを持つ高架駅である。以前は2本のホームが両方使用されていたが、現在は1番線しか使用していない。ただし、隣接する。 車両基地への改装時などに校舎専用として2番線が使用されることがある。2019年度の1日平均乗降人員は4006人である。各年度の1日平均乗車人員は下表の通り、小倉南区の北部にあたる。周辺は閑静な住宅地となっている。大規模に整備されているが当駅周辺が市街地の終端となり、少し駅から離れると、 電源地帯が広がってくる。駅の東側に車両基地と北九州高速鉄道本社社屋があり、そのさらに東隣を北彦山線が通り、道路と立体交差する。車両基地はモノレール特有の渦巻き状の線形で構成されている。本社周辺の植栽は上空から見ると車掌とモノレールという文字が見えるように植樹されている。AB 曽根悟る。 週刊歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、私鉄30号モノレール、新交通システム、工作鉄道、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年10月16日、10ページ。北九州モノレール、モノ守護課のサービス開始日について九州旅客鉄道、北九州高速鉄道、 オリジナルの2017年10月13日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20171013033129/http:/www.jrqq.co.jp/sugoc-a/pres/srelese/.ixfiles, a field f i l 2 0 1 7 0 4 中5万624プレス、PDF2020 年2月6日閲覧。西鉄メディアハットと、受け、北九州北九州都市モノレール、小倉戦場客人員。ありがとうございます。